メタルファイトベイブレード劇場版、メタルファイトベイブレード VS 太陽灼熱の侵略者、ソルブレイズ、劇場版、メタルファイトベイブレード VS 太陽灼熱の侵略者、ソルブレイズは、テレビアニメ、メタルファイトベイブレードの劇場作品。2010年8月21日に公開された。同時上映は、劇場版、デュエルマスターズンの絆 XX。キャッチコピーは、 全米ブレードと太陽の戦いが始まる。全国216スクリーンで公開され、2010年8月21、22日初日2日間で、公衆1億1、969万4、900円、動員は11万7418人になり、映画観客動員ランキングで初登場第5位となった。また、ピア初日満足度ランキングでは、 満足度89.5で第1位と高い評価を得ており、小学生を中心に映画を見た後にベイブレードをやりたくなったというような興奮冷めない様子の感想が多かったという。2011年9月23日に秋分の日アニメスペシャルとしてテレビ東京系列で地上波放送された。古代遺跡から発見されたベイブレードソルブレーズを持つ 謎の少年ヘリオスは銀河に勝利し他の仲間にも徹底的に攻撃して去っていった。さらに惑星アドニスが地球に飛来し世界では異常気象が起こっていた。銀河たちはヘリオスの潜む海上用サやクロポリスへと向かう。いずれも現在は絶版、入手不可能。ありがとうございます。